こんにちは、ハレルヤチャンネルです。このチャンネルでは株式会社ハレルヤの革製品の情報をお届けしております。もっと革製品を楽しむためにはサブチャンネルブッチの部屋をご覧くださいませ。ということで本日はこちら、ジャパンファクトリーより JAW037 三つ折りミニ財布リベラ、お値段 11,111円のご紹介です。すいません、少し体調崩してしまいまして、なかなか新しい動画が撮れずに更新が遅れてしまいましたので申し訳ございません。さらにね、プレゼント企画本来だったら6月にはやってるかもしれなかったんですけども、少しまだ手こずっております。本当申し訳ないです。2ヶ月が立とうとしているんですけどね、なんとか8月中にはリリースできるようにしたいなと思っております。プレゼント企画の方も楽しみにしていただければなと思います。すいません、体調も崩さないように気をつけて動画の方更新していきたいと思います。ということで冒頭の方長くなっちゃったんですけども、今日は、ね、こちらの三つ折り財布リベラのご紹介をしていきたいなと思っております。以前ね、同じリベラという名前で違う商品あったんですけども、こちらジャパンファクトリーから出てる栃木レザーバージョンのリベラとなっておりまして、設計も少しだけ変わっております。なので本日はこちらの栃木レザーを使った三つ折り財布リベラの方を外装内装ともに見ていければなと思っておりますので、よかったら本日もお財布選び、プレゼント選びの参考にしてみてください。ということで本日もよろしくお願いいたします。はい、ということでこちらの小さい三つ折り財布リベラを見ていきたいと思います。こちらが今ジャパンファクトリーから出てるリベラなんですけども、今左側に出ているのがハレルヤのモリスシリーズから出ているリベラになっております。大きな違いはモリスシリーズの方はラウンドファスナー型の三つ折り財布なんですけども、こちらのジャパンファクトリーの場合はフラップとボタンで留めるタイプになっております。なので同じリベラなんですけども、見た目の印象がかなり違ったお財布になっております。使っている革は栃木レザーを使っております。ハレルヤで使っている栃木レザーは一点一点表情が違っていて、で革を無駄なく使っておりますので、こういった革の表情っていうんですかね、脂肪とかシワとかっていうのが一点一点全部違う状態になっております。で中にはね、結構こうシワがギュッと寄ったりしているものとかね、脂肪がバーっとあったりするものがあって、個体差がかなりあるので、まあ中には新品じゃないやろうとか、不良品ちゃん、偽物ちゃん、フェイクレザーちゃんみたいな声がね、いろいろあります。一口に革といっても肩の部分だったり首の部分だったりお腹の部分だったりとかね、本当にいろんな部位を裁断して余すことなく使っておりますので、一点一点の表情がかなり変わっております。で使えば使うほどエイジングしていて、こういった感じで色が変化していきます。こちら今用意しているのがグリーンになるんですけども、グリーンもねなかなか色味が深くなって、ツヤも出て渋い雰囲気に仕上がっていきます。で栃木レーダーなのでね、やや柔軟さもありながらも、難しく言うと堅牢っていうんですかね、こうしっかりしてて結構ガッチリした印象があるんでね、一般的なクロムナムシの牛革に近いような印象で使いたい場合は、栃木レーダーの雰囲気っていうのは合うのかなと思います。少し高級感もあって、大人っぽさもあって、綺麗な印象もあるので、こちらの方がおすすめです。個人的には両方とも好きなんですけど、やっぱ栃木レザーのねこの質感がかなり好きなんでね、こっちの栃木レザーのリベラ選んでいただきたいなと個人的には思います。外装は特に注目するとこはないですね。あとはもうここのホックボタンで開閉するっていうところぐらいで、ボタンもスムーズに開閉できるので問題はなさそうです。そしてサイズですが、横幅が10センチ、縦が7センチ、待ち部分が2センチとなっております。片手ですっぽり収まるコンパクトサイズなので、ポケットに入れてもいいですし、カバンに入れてもそんなに邪魔にならないかなと思います。背広の内ポケットとかにも入れやすいと思いますので、ちょっとランチ行ったりとかコンビニ行くぐらいのサブのお財布で使っていただいてもいいかと思います。あとはキャッシュレス決済でカードとか小銭ちょっと使って、まあチャージ用のお札を持ち運びたいなという時にはこれぐらいのお財布いいかなと思います。では続いて内装の方を見ていきたいと思います。はい、それでは今中身入れた状態で内装の方を見ていきたいと思います。開閉はホックボタンでパッとワンタッチで開閉することができまして、こんな感じで三つ折りになっているんですね。お札もこちら見えている通りにね、こんな感じで、まあ三つ折りなんでね、線はついちゃうんですけども、折りたたんでから入れなくていいっていうのがいいですね。長財布みたいな感覚で使えるかなと思います。こっから見ていきましょうか。片側ね、ここがね縫われていない設計になってるんで、お札入れかなり大きく開きます。こんな感じですね。ガバッと大きく開くんでめちゃくちゃ見やすいですね。で今中身に1万円札3枚、5000円1枚、1000円2枚と5枚入れてるんですけども、1万円札入れても全然ここの横幅余ってるんで余裕で収納することができます。で出し入れもかなりしやすくて、こう開けて親指でこう仕切ってお札使うことができるんで、これ長財布よりも下手しい使いやすそうですね。お札の使い勝手ハレルヤ史上ナンバーワンかもしれないです。個人的にはこのお札入れめちゃくちゃ気に入りました。めっちゃ使いやすいですね。うん、いい感じです。でカードポケットがこう手に入れるタイプで5箇所ですね。こっちの外側部分には2箇所あります。開いたところの一番センター部分、この外装から飛び出てしまうので支えがないので、こう柔らかくなってしまいますので、まあ使いにくいまではいかないんですけども、ちょっとカード収納するとき、もしかしたらやりにくさっていうのを感じるかもしれないです。カードポケットの幅ちょっとだけ余裕持って作られているので、出し入れ自体はまあまあスムーズですね。ここはかなり使いやすいです。よく使うカードはこの2箇所に入れる方が安定して使える
ると思います。でもしかしたら使わなくてもここにカードを入れてここの革の部分を少し安定させてあげる方がお札入れも使いやすいのかなと思いました。であとこちらですね、ここにはコインポケットがついております。もう一つの方のリベラは蓋なしのコインポケットなんですけども、このジャパンファクトリーバージョンはしっかりボタンがついているので、まあ、安心してコインを収納することができます。コインポケット自体はマチもついているんですけども、そんなに大きくなくて、まあ、10枚入れてもちょっとパンパンかなっていうぐらいなんで、コインを使わずにチャージ用のお札と電子決済用のクレジットカードだったりキャッシュカードとか入れるぐらいで使うのがいいのかなとも思いました。500円玉だけ入れておくとか100円玉だけ入れておくっていう感じで使っていただければ、ここのコインポケットも便利に使えるのかなとも思います。まあ、メインのお財布で小銭結構出るねっていう方はこのコインポケットだとちょっとしんどいかもしれないですね。まあ、蓋自体は全然スムーズにすることができます。で今カードが5枚、お札が5枚、コインが10枚入った状態で、この状態で蓋してみます。はじめこちら折り込んでいただいて、このままくるっと折るんですけども、どうでしょう、厚み気になりませんか。こんな感じでちょっと分厚いやんって思っちゃいました。すいません。これもおそらく、まあ、皮がしっかりしていて厚みもねこうペラペラじゃないっていう部分と、このコインポケットに入ってるコインが多いせいかと思います。まあでも一回ね蓋ができるかどうかをしてみたいんですけども、畳んで軽く押さえて止めていただければ全然余裕で蓋することはできます。まあ、ちょっと見た目がコロッとしてて、よく言えば持ちやすくなった感じですね。中身をこれぐらい入れる方が馴染んで持ちやすいかなとは思います。ただどうしても見た目がねちょっとでも膨らむのが嫌やっていう場合は、コインは取っていただいた方がいいのかもしれないですね。一回全部出してみましょう。全くコインがない状態で蓋をします。でそのまま閉じていきます。びっくりした。コインあるなしだけで全然蓋のしやすさ違いました。まあまあまあスマートになりましたね。もともとのお財布の厚みぐらいになったんで、例えばコイン入ってる方が持ちやすいですね。ここがちょっとポコッとするんで持ちにくいことはないんですけども、コイン入ってる方が個人的には持ちやすいなと思いました。ただ見た目はスッキリするので、まあ、本当にカードとお札入れで使っていただくか、コインはまあ500円玉 2,3 枚入れておくぐらいの方がいいかもしれないです。500円玉がちょっと2枚しかなかったので、500円500円100円で貸していただきます。3枚だけ入れといて蓋をすれば厚みはもうほぼ変わらないですね。あ、いい感じ。やっぱりコインは3枚か、まあ多くても5枚ぐらいの方がいいのかなと思いました。カードを抜いてコインをしまえばもう少し厚みも変わってくるのかなとも思いました。いや多分ね、リベラの方でもね個人的にめちゃ好きとかね多分めちゃくちゃ言うてると思うんですけども、この栃木レザーバージョンのリベラを持つとこっちの方が好きやなと思っちゃいました。では最後まとめの方に行きたいと思います。はい、ということで本日は JW037 三つ折りミニ財布リベラのご紹介でした。こちらジャパンファクトリーから出てるお品になりまして、栃木レザーバージョンとなります。モリスシリーズから出ているラウンドファスターのリベラとお間違えないようにご注意ください。カラー展開がね5色展開となっております。チョコカラーとキャメルカラー、ブラックカラーにこれがワインカラーで、グリーンカラーの5色展開となっております。でまあ先ほども出したんですけど、エイジングするとねこんな感じ色味が変わっていくんで、使えば使うほどかなり渋くかっこよくなっていくお財布になっております。こちらの商品ページも下の概要欄の方に貼らせていただきますので、お写真でゆっくり見たいなっていう方は概要欄の方に行っていただいて、リベラのページ見ていってください。今ね左の方に少し見切れてるんですけども、 LINE のお友達登録でクーポンも配信しております。こちらのカレリア公式 LINE の方も概要欄の方に貼らせていただきますので、ご登録がまだの方はこちらから登録して、少しでもお得にカレリアのお財布だったりバッグゲットしてみてください。そしてカレリアのメインチャンネルですね、ただいま5000人少しとなっておりまして、まずは1万人を目指して活動しております。なのでチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いしたいです。よろしくお願いいたします。あとね4500人ほどと、まだまだ長い道のりにはなりますが、こういった感じでメインチャンネルは自社製品を個人的な目線も交えながらご紹介していって、少しでもお財布選びやプレゼント選びの参考になればなと思ってやっておりますので、本当にぜひチャンネル登録お願いいたします。そんな感じでちょっと最後はねお願いすることばっかりにはなってしまって本当に申し訳ないとは思うんですけども、まずはこのリベラの方概要欄の方から見ていってください。ということでここまで長々とご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。変わることを愛せる人をこれからも楽しませたい。